和光テックの鈴木と申します。我々が今展開してますのは泉ゲージ型の力学センサーではなくて、静電容量の変異を基づいた、6軸の力学センサーを提案しています。で、従来100万円だったセンサーが、5分の1の20万円ぐらいまで落ちてます。で、実際のこの6軸って言ってよくわからないんですけれども、この平振力 XYZ とねじりの XYZ の6分力をこのセンサー一つでこのように判断できます。こう平振力が加わると、今こちらです、FY が加わります。で、こちらにして FX で圧縮と、もちろん引っ張り、あとこの軸のこういうねじりということで、ここを握っていただくと、まあ、モーメントが非常に出ます。で、こちらモーメント X と、あと最後 Z 軸のねじりの6分力を判断できるセンサーになります。主な用途としては FA ロボットの力制御とか、ヒューマノイドロボットの姿勢制御とかに用いられる製品になります。従来より非常に安価で、ストッパー機構も入ってますんで使いやすい製品になってます。ぜひよろしくお願いします。